こんにちは、アリチンチャンネルです。今回ですね、タイ国際航空のエアバス A330-322 モデルプレーンを紹介したいと思います。今回は特別図書機です。タイの王室ゴザブネのスペシャルマッキンですね。はい、前回アリチンが、はい、スカイサービスのこれカナダですね、エアバス A300-322 です。同じ機体です。これもある意味でスペシャルマーキングですね。これのタイ国際空港の特別図書機です。はい、じゃじゃーん。タイ国際空港のエアバス A330-322 です。はい、じゃじゃーん。これです、特別図書機です。タイの王室のあのグザブネが書かれている機体に、いいですね。先頭からあの最後までもう長い特別図書機です。おー、これ欲しかったです。あ、探してましたのでやっと手に入りました。はい、パッケージの裏は同じです。今回もドラゴンです。前回のスカイサービスも同じですね。ドラゴン、香港の、モデルプレーンメーカーです。はい、いいですね。値段ですね。はい、では、はい、開けたいと思います。開けましょう。じゃじゃん。はい、これトリセットですね。前回と同じで組み立てはランディングギアだけです。とランディングギアも、まあ、前輪はこうなってますね。で、飛行モードには、もうこれはそのままですね。これだけ接着、全部のランディングギア取り付けて、それがスタンドで、はい、これスタンドです。スタンドありますね。では、はい、じゃあ、いよいよ、タイ国際航空の特別図書機です。開けます。わー、硬い。はい、じゃじゃーん。はーい。おー、はい、タイ国際航空のエアバス A330-322 モデルプレーンです。特別図書機ですね。タイ王室のゴザブネの特別図書機です。ランディングギアはパーツはここにあります。はい、後で取り付けますね。これでランディングギアを取り付けるところあります。前輪はもうすでに、装着済みです。はい、はい、顔です。結構塗装が綺麗です。じゃあ前から見ましょう。いいですね。これゴザ船です。結構長い船で、真ん中に王様が座ってますね。おいいですね。はい、機体番号は今回 HS の TEK です。反対側も同じですね、柄が。おいいですね。おー、綺麗で、機体番号が後ろに書いてあります。おー、綺麗です。はい、この特別図書機は2000年代で実施されています。まあ、この、ロイヤルバージという、まあ、英語で言うとロイヤルバージのスペシャルペンとですね、特別図書機はエアバス A330 以外にもボーイン777とボーイン747にも実施されています。今回アリチンゲットしたのはエアバス機ですね。はい、とても綺麗です。ちゃんとウィングレットにタイ航空のマークがついてます。はい、これですね。これと同じです。反対側にもちゃんと書かれています。綺麗です。
内側は何もないですね。おー、綺麗な特別塗装機です。いいですね。はい。ということで、はい、今からターンテーブルで、まあ、ランニングギアと装着してターンテーブルで展示したいと思います。はい、タイ国際航空のエアバス A330-322 モデルプレーンです。今回は、ロイヤルバージというタイの王室ゴザ船の特別塗装機です。おー、とても可愛い特別塗装機です。では今から空港のプチジュラマで展示します。このプチジュラマです。今タイ国際航空が駐機場で待機駐機してます。おー、かわいい特別塗装機ですね。では今からスタンド取り付けて飛行中のエアバス A330 モデルプレーンを展示します。はい、飛行中のタイ国際航空のエアバス A330 の特別塗装機です。おー、かっこいいですね。以上です。アーチンちゃんでした。今回はタイ国際航空のエアバス A330-322 モデルプレーンの紹介しました。はい、今回は特別塗装機です。王室ゴザ船の特別塗装機ですね。はい、じゃじゃーん。おー、タイ国際航空のエアバス A330 です。はい、特別塗装機です。おー、タイの王室のゴザ船です。かっこいいですね。はい、今回はドラゴンのモデルプレーンです。おー、はい、じゃじゃーん。おー、すごい、うん、前から後ろまで全部ゴザ船が描かれています。おー、真ん中に中央にタイの国王が座ってる場所ところですね。おー、とても綺麗な塗装が綺麗です。おー、ちゃんと忠実に再現されて、あー、いいですね。タイらしいです。おー、で、おー、旗がこう上にあり書いてあります。普通常はこちらだけど、今回は上には書いてあります。機体番号はこれですね。おー、 SKTAK。 あー、よくできてる。おー、モデル店です。顔です。おー、演技の塗装もしっかりしてるし、ランディングギアも綺麗です。おー、結構いいですね。反対側こうなってます。
はい、この機体は1998年に運航開始されて、で2015年に退役されました。この特別投書機は2000年代前半に実施されていますですね。で、日本にもこの機体は来てました。成田とか中部国際航空に空港に写真が撮られて、写真がありました。来た時の来日した時の写真がありました。おー、綺麗です。ウィングレットにタイのマーク、タイ国際航空のマークが描かれてます。いいですね。とても綺麗なモデルプレーンです。はい、ということで、では、はい、チャンネル登録お願いします。またね、バイバーイ。